こんばんは。ではやっと帰宅しました。どうも。今日は、あ、釣りありがとうございます。今日は握手会がありまして、5部、6部、7部と、あったんですけども、来てくださった皆様ありがとうございました。たくさんの方にね、来てくだいただいて、ちなみにサンタで、メンバー一同サンタで握手しました。今年最後の握手でした。イエーイイエーイ。いやー、ほんとありがたいですね。ちょっとね、なんか5部が押し増し使えたんですけど、そのすごい、あの、私がとろいのと、あと皆さんがたくさん来ていただいたっていうのが重なって、すごい、あの、6部が50分遅れぐらいっていう、まさかの本当に申し訳ないスタートだったんですけど、すごい、あの、最後までね、来てくださってありがとうございました。本当にもうお待たせしてしまって申し訳ございませんでした。今年最後の握手楽しかったです。はい。ありがとうございました。楽しかったです。私も落ち着いて話した。お、たくさんお話できましたね。ありがとうございました。私としてはね、何が悔しいって、本当に、あの、昨日あれだけ見せびらかしたイヤリング、あの、光るイヤリングをね、まさかの忘れるっていう、もう昨日のために買ったのにっていう感じで、なんかすごい悔しかったです。もう結構早めに起きて、早めに準備して、なんか、あ、このイヤリングは忘れないようにここに置いておこうって思ったら、もうね、あの、もうバス待ってる時に、あれれれれみたいな、あれおかしいぞって思ったらね、まさかの忘れてるっていうね、めっちゃ言われました。もう今日の話題はそれ、なんかイヤリングが片方ないことと、あとあれでした、イモンスのキックベースの、あの、転んだこと。もうその話題を2つしか話した記憶がないです、今日は。もうえなかつ、なんか今日はその話題をした記憶が、もう記憶しかないですね。だから私はもう心に綺麗な人だけに見えるイヤリングつけてるんですよとか言ってね、皆さん心が汚いですねっていう話をしてました。本当にありがとうございました。まあでも、年内最後よかったなって思います。まああとはセカンドの話とかが多かったかな。釣りありがとうございます。ね、もうね、だからもう本当にね、自分にムカつきすぎるから、あの、今度ショールームで、あれ、電池が、そのツリーのイヤリング、電池の耐久力が4時間持つって書いてて、だからもう切れるまでずっとつけて配信してやろうかなと思って、もう4時間ぐらい切れるまで、それがもう本当に輝かせようかな。もうだって輝かせる機会ないから、もう、って思ってね、えもうしてやろうか。ありがとうございます、ギフトありがとうございます。なんか可愛い、なんかクリスマスのなんかギフト可愛い、なんだろう、なんかよくわかんないけど可愛い。可愛い。今日一人部屋です。イエス。いや、本当に忘れ物が多い。あかんって本当に。料理配信、眩しい料理配信。ああ、そうだね、4時間ずっと何かしらやってたら
や眩しくてやってようかな。はあ、もうなんかね、なんかそういう意味では疲れてたんですけど、まあでも握手して元気もらえたかな、今年最後の、うん、今年最後の元気はいただきました、本当に、うん、ありがとうございました。実行機ちゃんなんですよ本当に、もう川なんですね本当に。そりゃエナドリも飲みたくなりますよ。そう、まあサンタコスはまあメールで送っているので、ぜひぜひまあ見てみてください。いやクリスマスイブイブなんですよね。なんか全然そんな感じしないんですけど、でも全くそんな、うん、もうなんか12月1日入った時点でもうクリスマスモードだから、街がいつクリスマスだったんだって感じなんですけど、そういえばもうすぐなんですよね、うん、24、25、まあ今日が22なんでイブイブなんですけども、うん、でも特にまあね、まあこっちは仕事ですよね。はあ、うん、でもなんかそういう方が多かったです、ね、クリスマス仕事なんだよねっていう、だからもう今日がクリスマスみたいな感じですね。そうイブイブ、うん、あ今日23日だ、そうだ22日は瀬戸マイクがあった日だ、うん、なんか行事、うん、なんか日程感覚、曜日感覚が分からなくなる、うん、こういう時は私は毎年やっぱりあのヒャダインさんのあのねクリスマスソングを聴いて一日過ごすのがやっぱり、うん、クリスマスの醍醐味かなと思うんですけど。今皆さんもよかったら聴いてください。うちのおじも大好きな曲なんで。前髪、そう前髪パッツ、うん、どの曲クリスマス何それ美味しいのっていうやつです。ハロウィンとかバレンタインデとか、まあ嫌いってわけじゃないんだけど、カイアの外ヘイっていう感じの曲です。うん、クリスマスね、ジングルベールジングルベール、カラオケね買ったんですけどね届かないんだよね、なんかちょっといつもと違うなんかよくわかんないサイトで買ったからかな、でも安かったんですよね。そうマイク付きのやつ、いやなんか怪しくはないんだけど、なんかあんまり使わないところで買った、でもポイントで買えたんですよね、しかも au の。うん、22日ぐらいには届くって言ってたんだけど届いてなかった。すごいタートルネック、うん、カラオケね、うん、うん、どうしようかな、でもな、でもな、
なって感じ。でもな、歌うのはなあんまり上手くないからな、あとご近所迷惑がいろいろ言い訳。普通になんかカラオケボックスでなんかすごい響く部屋で歌った方がうまく歌えるんじゃないかなとか思ったり。ソラちゃんカラオケ、ソラちゃんはね、なんかね歌うだろうなって思った。カラオケ機能がショールームにつくっていう決まった時点で、もうこの人は歌うんだろうなって思って、その日ショールーム見たらもうテロップが「カラオケ楽しい!」って書いてて、楽しそうだなと思いながら見ました。そらはちゃんの歌好きだからね。エコーで消せる。でも私ね、あれだからな、集合住宅だからな、人が大丈夫かな、そんな夜とかに歌って。人がいないときに歌うか。そう、ソラハちゃんマイクの位置やばいよ。なんか何してるんだろうって思ったら、ここにね、なんか顎になんかマイクとテープ貼り付けてやってて、なんか私ヘッドセットでも買ったのかなって思って、パッてこう入ってみたら顎にマイクつけてて、アゴマイクってここら辺につけてビビった。そんなどこつけてんのって思って、多分こうやってこう、こうイヤホンマイクってここら辺についてるから、こうやってやるのがめんどくさかったんだろうかな、ここに。牛飼いドキちゃんに出てよかった、ありがとうございます。そう言っていただけるともう本当に感無量です。確かにテープで止めるのは頭いい。でも顎はどうなんだろう。顎はでもどうなんだろう。まあいつかちょっとね、人がいなくてかつマイクが届いたら、まあカラオケはやろうかな。もうみんながそのカラオケ機能をそんなに使わなくなった頃にちょっとやろうかな。やっぱり私一回遅れてる人だからさ、なんか漫画とかアニメでも一回ちょっと過ぎ去ったやつをその頃にハマるタイプだから、今回もそうしようかなとか思ったりしてます。一回過ぎるの待つタイプだから、謎に。そう、あれだから、マイナーとかのやつを自分だけが応援している気になってるサブカル女子だから。やばい、空とお花の写真インスタに上げなきゃ。そう、あえて送らせるから。サブカル女子、下北沢行かなきゃ、行ったことないけど。マリリン、ファーストラビットってやってる。マリリン、あれボインボインじゃん。マリリン、私も歌いたいな、マリリンと一緒に。今日 NMB さんなんかめっちゃ会った気がする、なんだろう。なんかすごい、NMB さんと近くて、 AKB さんと控え室が、それでね、なんか通ってたらめっちゃ声かけられた、ドラさんに。なんか大木さんって言われて行ったら、なんかすごい NAB のドラさんとなぜかクマさんがいて、なんかクマさんって佐藤しおりさんなんですけど、あらどうもとか言って、どうもどうもって言って、すっごい岡瀬奈さんはいなかった。ハーサリーちゃん見てないな。アミレンとミカニャンと前田の玲子ちゃんとワカポンとかがいたかな。コトちゃんもいた。AKB さんはね、あんまり会えなかった。マホピョンぐらいかな。
話して写真撮ったのは、まあ、クマさんとなんかね、あったうん、いや部が結構私遅かったから、その部が遅い組567部ぐらいの人と会いましたねなんか久しぶりに楽しかったです。ああ、なんかこのノリ久々だなって。あかりたん会ってない。キーベのけやめてよ、今日その話やばい。私なんかなんか今日握手終わってなんか戻ったらなんかスタッフさんに「スターが帰ってきた」みたいな言われて「あれ?」みたいな「スターって何ですか?」みたいな「妹のスターが帰ってきた」みたいな「もうやめてください」みたいな「やめてください、もうそういうの本当にもう今日何回握手会でそれ言われたか」みたいな今日スターって呼ばれてたスター、不名誉なスターだことネタに使えた私の無様な姿と引き換えに取る高になってしまったうん、早いでしょ。だって私すごいでしょ、あの25キロだったんですよ、そのこけたんですけど、時速が、自分自身の時速が、それ自転車と同じぐらいかそれ以上ぐらいらしいんですよ、速さ。めっちゃ速くない？私足はめっちゃ速い方なんですよね。小学生の時とか別に運動神経がすごい悪いってわけじゃなくて、球技全般がダメなだけで、なんか小学生の時とかリレーはその走り方が変って自覚する前まではなんか陸上記録会とかで、あのなんか小学校全体が集まってなんかリレーとかをして、なんか陸上系を競うやつがあって、陸上記録会っていう、それでなんかその学年の選抜メンバーに選ばれて、女子の走った記憶がありますもん、小学校4年生ぐらいの時に。早かったの、分かんない、何秒くらいか覚えてないけど、でもその走り方が変って言われるようになってからもう人前で走ること一切やめたのそう。でもボール系は無理なの、あ怖いから、ボールは、まあ、元バレー部なんだけど実は。でもあのそのバレー部はその人に流されて入っただけであって根性なしだからすぐやめてそっからちょっとだけ卓球に勤しんでたそうだからボール系はダメなんだけど、走る系は割と得意だった方だったんですよ。縄跳びとかも失敗しないタイプだったから、大縄跳びも結構楽しんでやってた方だったの。あの楽しめない運動地の人は楽しめないじゃん、こう見ながら連帯責任で攻められるから、私は割と楽しんでた方だったの。すごいでしょそう本当はね、なんか中1は美術部に入ろうとしてたんだけど、なんか美術部は活動ちゃんとしてなかったから、美術部っていう活動あんまりしてない学校だったから、なんかお話ししてイラスト描いてるみたいな感じだったから、お母さんがなんか入るのダメって言って、でその時に中学校の時友達になった子にバレー部入ろうって勧められて、バレーもできない初心者なのにバレー部入ったら、もうまさかの厳しすぎて、まあ、先生も厳しいし、まず先輩も厳しいしで、あもうダメって、これは夏が来る前に逃げなきゃって思って、夏が来る前に逃げた。今思えばおとなしく美術部入っておけばよかったって思った。真面目に、本当に。はあ、そう、いや、わかった。なんかもう覚えてるもん、美術部なんかすごい、やっぱり2年生とかもさ、初めての後輩だからめっちゃ厳しかったんですよね。で3年生がめっちゃ少なくって、なんか2年生が多かったから、まあ、2年生怖すぎてやばかったっていう思い出。やっぱ中学生って厳しいよね、上下関係そっから卓球部にちょっとだけ入ってたんですけど、文芸はなかったですね。文化部は家庭科か
水部か美術部ぐらいかな。でもなんか卓球部もいつの間にかもう行ってなかった。気づいたら帰宅部になってました。なんだろうな、こうなんだろう、絶対に部活に入らなきゃいけないって中1中2の時思ってたんだけど、なんか中3の時になったらもうなんか帰宅部が多くなってて、あれみたいな、部活入らなくていいのみたいな、一応席だけはみたいな、残してるけどもみたいな感じだったでしたね。水部はね、小学校の時は絶対、私は中学校入ったら吹奏楽部に入るって思ったんだけど、あダメだ、ここも厳しそうと思ってやめたんだよね。なんでだろうね。みんなね脱落してて、高1はねなんか本当に一応1年生は入れみたいな感じだったけど、なんかいざ高校入ってみたら1年生もそんなに入ってないみたいな感じで、部活に入ってる人いなかったから、一応写真部って言ってたけども別にそんなに活動はしていないっていう、ほぼバイトしてたから、まあそんな感じかしら。部活事情、演劇部は高校の時になんか、私が高2ぐらいの時に演劇同好会みたいなのができてたの。でもなんかそれはうちのクラスの人が大半入ってたんですけど、なんか演劇同好会みたいな、なんか文化祭とかで発表してたんだけど、なんだろう、うちはノリだなって思った部活だったな。ああみたいな、うちはのノリでやって、うちはのノリで披露しちゃったやつだなみたいな感じだったな。まあそう上から思うのもあれなんだけど、別に真面目にやってる部活ではない感じの。そうなんて言うんだろうね、はあ。なんか私はその時めっちゃ好きな小説が幕が上がるだったの、平田織田先生の幕が上がるを読んでたから、もっと演劇部ってこう真剣にやってるイメージだったんだけど、そう、あそのまあ同好会だからやっぱり、あまあまあまあ楽しんでるなみたいな。ちょっとね理想と現実はねちゃーんってなっちゃった。もちろん多分全国の高校はもっとねすごいところはすごいんだろうけど、まあでも楽しむことが大事なのかな一番は。軽音部とかなかった、うちはなかったですね。友達の学校はなんか音楽コースとかがあるところだったらしくて、なんかすごいらしいです、なんか文化祭とかのレベルが高いって言ってました。私はバイトしてたな、コンビニ、焼肉、飲食、でもコンビニが長かったかな。資格の勉強とかした、資格は一応何個か持ってます、はい何個か。飲食店は、はい、潰れちゃった店でやってました。コンビニが長かったです一番。IT 系の資格、いや IT 系ではないですね。どんな資格持ってるの、グラフィック検定とレタリングと色彩を持ってます。はい、まあこれが
特に役に立つかっていうと別にそうでもない何かに役に立つかっていうと、うん、そうでもないですねはい、絵うまい、いや別に絵はうまくない、うん、なんだろう、なんか、なんて言うんだろうな、なんかデザイン系の勉強をしてたけど、なんかそのクラスの半分はめっちゃイラストがうまくて、半分はなんか微妙な絵しか描けない人が多かったですだからもうなんか本当に半々、なんか半分はマジでこうもうなんか入賞とかする なんか全国コンクールとかにうん、工業デザイン、工業デザインもやってた、いろんななんかデザインをやってました、その車のデザインとか普通にデッサンとか、あとまあ普通に色彩系とか、あとなんだ、なんかその地域貢献的ななんかやつ、保育園に絵本描いたりとか、あとなんだ、なんか美容師さんの使うハサミ入れのカバンのデザイン案みたいなやつやってたりしてましたなんかいろいろしてさ、その中で糸の小判もやってたりとかしたから、なんか木材系とかもやってたり、なんかいろいろやってた覚えがある、何やったか全く覚えてないけど描いたデザインが今後見れることありますか？実家に何個かもしかしたら残ってるかもしれない、捨ててなかったらあるかも。私ケーキの絵がめっちゃうまかったんですけどね、ちょっともうどこに行ったのやらめっちゃ本当30時間ぐらいかけて描いたケーキのイラストがあるんですけど、それはちょっとあるかな、もうないかなそのケーキは授業に書い、授業中書いたやつなんですけど、めっちゃうまかった、多分30時間ぐらいだった気がするうん、1学期丸々ぐらい使って書いたやつだったから確か、だからその時に何だろう、Mac とかもその時に使ったりとか、パソコンデザインもやってたから、メーカーとかに就職するの、あーでもクラスメートはなんか聞いた話だとトヨタさんとかに就職したみたいな、そのデザイン系の部門で就職したとか言ってた気がするでも大半はあれじゃないかな、そのイラストレーター系のなんか専門学校に行くとかじゃないのかな、一番すごい人はねそういう系でもあとの半分は普通になんか美容師さんとかなんか普通に大学とかじゃないのかなだった気がします、半分進学半分就職とかじゃないですかねその道になんで進まなかったの、いやあんまり興味がなくて、私歯科衛生士になろうと思ってたんで、歯科衛生士かその音響さんになろうと思ってた、どっちかかなと思ってたんで、あんまりデザインの方に行こうとは思ってなかったんですよねそうだからドラフトの時は一応歯科衛生士での学校の専門学校の英語入試を受けてました、そう音響はめっちゃ迷ってたの、なんか広島にあるなんかどこだっけ専門学校にね、なんかそういう
裏方に舞台関係の本当は舞台女優になりたくて、でなれないって分かったから、その裏方になろうかなって思って、だったら音響か照明かなって思って、そこら辺のそういう系統の専門学校に行こうと思ったんだけど、なんかお母さんが歯科衛生士歯科衛生士になろうかなって言った時めっちゃ喜んでたから、あもうこのままして歯科衛生士になろうかなって思って歯科衛生士のよう行った。歯科衛生士は岡山だと歯科就職率が 100% ほぼ 100% で、お母さんがめっちゃ喜んでたので目指そうかなと思ったんですけど、まあ結局ああまあそんな感じですかね。何回も何回も話したことなんで、まあ何度話せばって感じなんですけどね、もういっぱい聞かせてしまって申し訳ない。まあでもずっとなりたかったのは舞台女優だったかな。おばあちゃんが祖母がそういうの好きだったから、もともとだからミュージカル習わせたのもおばあちゃんたち劇団に 入ったらみたいなことを勧めてくれたのもおじいちゃんおばあちゃんだったので、って感じかな。舞台が好きだったかな。まあでも人前に立つ仕事はになりたかったっていうのはあります。劇団四季入ろう、ライオンキング歌わなきゃまあ別になんか人前に立ちたいっていうのが夢だったから全然、アイドルでもうそれは叶ってる説はありますね。今なりたいのは特にないんだけど、物を書くことが好きだからちゃんと小説を書き切ってみたいなっていう気持ちはあったり、でもねなかなかそれが難しいんだって感じで、小説家、まあ小説家っていうかその一回なんか自分で書き切ってみたいなっていうのはある。その中学校の時に書いたのはほんまに黒歴史だからちゃんと書きたいなって思ったり才能あると思う。いやどうなんだろう、でもなんか文なんか一人称以外で書いたことがなくて三人称で書けなくてなんか難しくて、だから別に一人称の小説が一般的にこうっていうわけじゃないけど、でも読んだ時はやっぱり携帯小説止まりだなみたいな感じはすごいしますね。自分で読んだ時にあこれ携帯小説止まりだなみたいなうん、主人公が男の子のことあるけどあんまりリアリティはないのかもしれない、男の子じゃないからわいはでもなんか個人的にその出会ってきた人たちがこの小学生から、まあ、地元を含めて割と濃い人たちが多いので、なんかその人たちを元にして書きたいなっていうのはある。その女性だったら女性だよ、失礼だな失礼やなそうなんか
許可はもらってるんだけど、その小学生の時の通学班の子とかが、なんだろう、性同一性障害の子とかがいたりとか、あとその場面緘黙症の子とかがその同級生にいたりとかして、あんまりこう普段なんだろう知らないっていうか関わることのない人たちが割と周りにいたから、そう、なんかそういう話もなんかそういうちょっと何て言うんだろう、こととかも書きたいなと思う。なんかそういう知りたいなと、もっともっと知りたいなと思うんですけど、ちまろこちゃんって、まあ、いろいろなんか そういう人たちに聞いて書きたいものはいろいろある。まあもう全然喋ってないんだけど、まあそれはまたいつかですかね。はい。いやー今日ね、今20、もうあともうちょっとで終わりますね。びっくりしゃー、びっくりびっくり。楽しい話ありがとう。いやいや、こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。いやー、まあ明日からまあいっぱい動くんだけど頑張ろうね。はあ、公演も始まるしね、また年末配信する、配信できたらしようかなって思ってます。ゆうかって素敵な感じ、ありがとう、あんま言われないから嬉しい。頑張ろうね。あと15分でイブ、イブだよ、クリスマスイブって、ウケるウケる、クリスマスイブ、キリスト生まれちゃうよもうちょっと、あ、クリスマス生まれたのは25か、もうちょっとしたら生まれちゃうじゃん、やば。やば、他人ジングルベー、ジングルベー、クリスマス、みんなハッピーテーキン、クリスマス。クリぼっち、クリぼっちじゃ歌われへんこともあるし。いやマジでね、もうムカつくから、本当に私はイヤリングをつけて4時間配信してやるよ、いつか絶対。もう悔しい、もっと光らせる予定だったのに、悔しい、めっちゃ光らせる予定だったのに、ピカピカさせる予定だったのに、なんで忘れた、知らないよ、なんか忘れちゃった、絶対つけ、ここにつけてピカピカさせて4時間、絶対4時間配信してやる。もう眩しいって言われても絶対止めない、もう絶対切れるまでLED が切れるまでずっと私はもう悲しいもう忘れ物多すぎてびっくりする、もう今日もいっぱい忘れるし、はあ、もう眩しいって言われてもそれは知らない、もう知らない知らない、私ここにつけて配信するんだ、私だってもうめっちゃ迷ってね、本当は一回迷って買わなかったの、でも
役所会前日になって、あ、やっぱり綺麗だから買おうかなって思って、わざわざその瀬戸前行く公演終わりに一回家戻って、そっからまたちょっと考えて、またお店の方まで出向いて買って帰ってきたの。なのに、というわけでやろうかなって思ってます。いくらしたの？390円。390円で光るんだよ、もう素晴らしい。思いのほか安いだよね、確かに。うん、ちょっと悲しいですね。あー、ツリーが光ってる、慰めてくれてるよ、このツリーが、ありがとう。はあ、まあ仕方ない。まあ今日は本当にありがとうございました。まあ見に来てくださって、会いに来てくださった皆様も本当に、え、ツリーってさ、これ何のギフトなんだ。私さ、あんまりちょっとごめんなさい、あのクリスマス仕様のギフトがあんまり分かってないんだけど、もしかしてタワーなのかな、これ違う、タワーではないか。あ、クマさんタワーなの、どうなの、私あんまり、え、タワーなの、めっちゃなんかありがとうございますぐらいで言っちゃった。ありがとうツリー、ありがツリーじゃん。ありがとうございます、ありがツリーです。あらら、ありがツリーでした。いや、もうこれがね、まあ、私のイヤリング、あ、もうイヤリングにしよう、ほらほらほら、イヤリング、ツリーのイヤリング、こんな感じで。こんな感じで、じゃあそろそろランキング読んで終わりますか。じゃあ13位から読みたいと思います。13位、ヤスさん、ありがとうございます。12位、アッティさん、ありがとうございます。11位、パパパパンダさん、ありがとうございます。10位、ニコちゃん、ありがとうございます。9位、ミカミカちゃん、ありがとうございます。8位、ミニピンさん、ありがとうございます。7位がクシナタイゴさん、ありがとうございます。6位がカズタさん、ありがとうございます。5位が夢の中さん、ありがとうございます。4位がマッカさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がケンケンさん、ありがとうございます。そして2位が、25km のスターさん、ありがとうございます。1位、トートーさん、ありがとうございます。はい、こたつ選抜とは。ありがとうございます。3位から1位までの皆さん、どうもありがとうございます。ウケる動画どこで見れる、イモーズテレビです。あらららららら、もうね、本当にま、仕方ない。まというわけで、今日も見てくださった皆様ありがとうございました。よかったらフォローお願いします。というわけで、そろそろ会いたいと思います。じゃあ、バイチャラポー、バイバイ。3、2、1。
ありがとうございました。バイバイ。この世は無常、みんな分かってるの。